イエイイエイ、あ、もう映ってるみんな、アネさん TV イエーイ、こんばんは、こんにちは、おはよう、もしかしたらそうかもしれないけれども、アネさん TV 生ライブ始まりました。ですね、今日はですね、メガちゃんがですね、お仕事の都合で今日はいないんです。残念です、ごめんなさい。でもですね、今日はですね、スペシャルゲストがもうそこに来ておりますよ。ではお呼びします、井上きっこさんでーす。どうも皆さん、こんばんは。お姉ちゃん、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 お誕生日おめでとうございます。本当にありがとうね。今日私こんなね、お誕生日にね、けいちゃんのこの姉さん TV に呼んでいただいて、いや、もう本当にもうこの番組来ていただいていいんですかってぐらいの今日本当は予定があるんじゃないですかって思ってたんですけど、いや、もうこれに出たくて、ありがとう、ね、しかもこんなメイドのお洋服はね、これお姉さんにお借りしたんですよ、実は。超なる、超なる、そう、超なるじゃない、そうなの。本当に本当にこのねメイド服を見つけた時、はい、形気に入ったんだけど、はい、あのコーンを買おうか、うん、焦げちゃうかろうか、うん、買おうか買おうか、あの迷ったんだけど、はい、両方買っちゃったわけ。めっちゃ可愛いですこれ。でも、あ、今日ねここに来れるんだと思った時にピエちゃんに来てくれないって言ったら、そうなんですよ、もう私もぜひぜひと思って、もう大好きなんで、私メイド服とかも好きですし、コスチューム着たりするのも私好きなんで、そうだよね、メガちゃんとも、うん、あのわざわざ2人で、うん、あの買いに行って選んで、うん、ちょっとメイドっぽいのとか、なんかちょっとカチューシャついてるとか、うん、お飾りが多いお洋服買ったりするんですよ。そうかっていうか、メガちゃん、そうなんです、今日メガちゃんも会いたかった、ごめんね、なんかメガちゃんお仕事だということで今日ね、ごめんなさい、お姉ちゃんになっちゃってるんですけども、お姉ちゃんに来てもらって、今度ね、うん、あの間にメガちゃんも来てもらって3人で挟むの、メガちゃんね、あのメイドの服を着て、うん、スリーメイドでやろう、カフェやります、やりましょうか、やりましょうか、カフェ、カフェ、カフェ、大丈夫かな、カフェ、ちょっとそういう面白いことやりたい、ね、やりたい、そうだ、れいちゃん、私いつものお約束の名前を言うの忘れてた、まだ、そうですよ、言っていい、いや、もちろんです、はい、はい、じゃあちょっと言わせていただきますよ、はい、はい、はい、皆さん今日はどうぞよろしくお願いします。井上きっこ17歳です。おいおい私初めて生でできました。やだ、嘘でしょ、本当です。いや、でももしかしたら生でやったの初めてです。おいおいちゃん、そうかもね、はい、そうなんです、意外とおいおいって言ってるの見たことは何回も何十回もあるんですよ、うん、でも私自分もそれに参加できるっていうのは初めてです、今日。本当、はい、ちょっと一つ言わせてもらっていい、はい、この17歳っていうのがおいおいあっての17歳だったね。おいおいあっての、それは何か、おいおいがなかったらただの嘘つきだから、うん、そんなことない、いや全然、だって17歳に見えますよね、見えない、見える、見える、見えない、見える、やめて、見せたいわけじゃないの、見せたいわけじゃなくて面白く生きたいだけなんだね。見てください、見えるって、みんな嘘、いいの、ごめんね、みんないいんだ、優しいね、すごいです、こんなにもうおめでとうっていうのが、ありがとう、コメント追えないぐらいの、おいおいおい、本当に来て、本当に、まあ、あ、大丈夫ですか。お姉ちゃん大丈夫、大丈夫、大丈夫、お姉ちゃん大丈夫、ちょっとね、夜の星並みには勝てない、あの、お茶、お茶飲んだ、今お茶ちょっと飲んでいただいて、ちょっと今コメント見てみますね。あ、おいおいは生き様、ありがとうね、そうなのよ、すごい、あの、すごいです、コメント追えないぐらい、すごい来てる、ありがとうございます、本当 に, 本当にもうね、本当に、あ、ちゃんベガ、ベガちゃん、ベガちゃん来てる、ベガちゃん書き込んでる、見れてる、好き好きってベガちゃん、ベガちゃん、ベガちゃん受ける、仕事大丈夫なんか、ね、今一緒にね、なんかね、ご飯とか食べようね、はい、もうあの、ね、この番組のキャラクターを描いてくださっているつなこ先生っていらっしゃるんですけど、つなこ先生も見てくださってるんですよ、つなこ先生、もちろん、もちろんのことをあのファンの方も見ていただいてるんですけれども、うん、本当にたくさんのもうあのコメントありがとうございます。嬉しいですね。あ、ピッて言っちゃった。ピッてなんか、ピッてピッてなんかおっしゃった。なんかね、なんかピッておっしゃった。射程ちょっと来て、射程。射程ちょっと来て。じゃあこれをお渡ししますか。あの、コメントが消えちゃったのに、ピッて押したら。ごめんなさい。いろいろ、でもいや、でもね、あの、今ちょっと、うん、あの、実はですね、うん、お姉ちゃんの誕生日ということで、はい、そうです、ケーキをですね、用意したんですよ。本当に今、ろうそくをつけた匂いで私気がついて。ちょっと待ってください。お待ちくださいね。嘘、は
いただきますね。なんで日本なの17歳なんだよ。これ何？17歳。これ17なの？これ7なの？これ11になってんだけど。これ7なの？これ一応赤いところちょっとピッてちょっと7になってる。あ、そういうことか。じゃあ、じゃあ皆さん拭いていただいて、これいきます。せーの。あー、おめでとうございます。ありがとう。嬉しい。ちょっと査定の私がちょっとこれをカットさせていただいて、じゃあカット、あ、大丈夫です。私が、私めが、じゃあその間にお姉ちゃんがなんか喋ってますよ。あ、いや違うんですよ。私がちょっとこの鋭利な刃物です。ちょっと待ってここでカットして、本当大丈夫大丈夫。その間にちょっと私ちょっとカットですね。はい、あ、治ったかなこれ。はい、あ、治りました。コメントも治ったよ。ちっちゃいのと大きいのなんですけど、ちょっと切りますね。でもこれ切っちゃったらちょっと大変なことに。チョコレートのチョコレートのとかちょっと避けてです。ね、うん、すごい、りえちゃんが来てくれるなんて。めちゃくちゃこれ美味しそうですよ。美味しそう。どこで買ってきたのこれ、ね、査定が買ってきたんですけど。ありがたいね。脳がついてるところがちょっとあれして嬉しい。いやでも本当に今日番組に来ていただいてすごい嬉しいです。いや私も嬉しい。あ、みんなありがとうね、いろいろ書いてくれてね。ありがとうございます。なんかでも私ね、17歳とか言ってるんだけど、うん、はい、お誕生日が本当に幸せで、あの一つ年齢を重ねるってこんな幸せなことないなと思ってて、うん、だから別にね、若くなりたいわけじゃなくて、でも十分若くて、もう全然私たちの憧れなんですよね。もう、いろいろありボロボロなんだけど、あの面白ければいいなって感じ。もう人生も笑って、も誰かが笑ってくれたらいいの、それでいい。ちょっと待ってくださいよ。うわ、あ、綺麗に行った。綺麗にいった。すごい。れいちゃんすごい。ちょっとすごい。このような感じで。うわー、嬉しい。で、それでお姉ちゃんにこのチョコレートも。うわー、嬉しい。ちょっとすごい。ありがとう。どうぞ。こんなです。はい。ありがとう。お召し上がってください。いいの、一緒に。ぜひ。ちゃんと17。ハッピーバースデーって書いてあるよ、チョコレートに。嬉しい。イエーイ。私もちょっと、もうぜひいただいていいですか、おこぼれ。ちょっとすいません、あ、ちょっと足ピって取れる？取れます。取れる。お姉ちゃんありがとう。イエーイ。私もちょっとおこぼれいただいて嬉しい。イエーイ。いただきます。あとはじゃあ他の皆様でちょっとちょっといただいて、はい、いただいて、ちょっとありがとうございます。イエーイ。はい、いやおめでとうございます。ありがとう。乾杯乾杯乾杯。元気の乾杯したいのかな。乾杯。元気の乾杯。元気の乾杯しちゃった。いただきます。これ落ちたやつにちょっと私が食べた。うん、おいしい。うん、めちゃめちゃおいしい。これおいしい。ちょっと生クリーム美味しい。めちゃめちゃ美味しい。お姉ちゃんありがとうございます。タフさんありがとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。祝っていただいてありがとうございます。幸せ、本当幸せですよ ね。でもさっきもりえちゃん言ったみたいに、私たち何年にイベントとかとかで、はい、とかとかで1個買ったかもしれないけど、あんまり一緒になってないんだよね。そうなんですよ。でもあの作品では一緒になってますよね。そうだった、うん、一番最初が、うんうん、チョビ、うん、チョビッツですよね。チョビッツ懐かしい。チョビッツですよね。私まだあの時20代前半ぐらいで、本当にデビューしてそんなに立ってなかったかもしれないですよね。私もう17だったかな。あ、どっかな。私途中から17歳だから途中から17。もう17歳とか言ってたかな、わかんないね。言ってたかも。言ってたと思います。言ってた、言ってたと思います。あ、そうだよ。りえちゃんかわいい、今も可愛いけど、いいいい、とんでもないです。そんなもん、ういういしい新人さんだったよね。新人でした。でいきなりヒロインで、しかもチョビッツのちーちゃんかわいい、もうまんまりえちゃんだった。ずっとちーちーって言って最後の方にやっとあの物語を読むシーンとかが出てきて、やっと日本語をしっかり喋るようになってっていう。それまでずっとチーとパンツパンツしか言ってなくって
確かにそういう感じだったよ、ね、なんか結構そういうキャラでしたね。だって今思えばあの時杉田智和くんだって、はい、新人さんで、あ、でも私よりちょっと先輩だった。ちょっと先輩、あれでも2人ともだいぶ若かったよ。だいぶ若かった だって杉田くん、大学生じゃなかった、え、大学生だったんですか。違うかな、わかんないけど、私なんか2人とも若くって、はいはいはい、でもあの時私日比谷さんっていう役だったんだけど、あ、そうですね、私、はい、神谷さん、ごめんね、はい、ちいちゃんのコスプレ、うん、あ、そうです、そう、私ツイッターで見て、あれ素晴らしい。いやいや、あれは何か企画でやったんですか。うん、あれはね、はい、あの私その頃自分のあのアットマンボウっていう、オフィシャルサイトがあるんだけど、うんうん、そこで幸せ新聞っていう新聞を作ってたわけ。で、なんかそこの幸せ新聞のコーナーでいろんな面白いことをやってたんだけど、うんうん、幸せ新聞の会長がパンダ会長って言って、ちょっと この辺喋り出すと何が何だか分かんなくなるかもしれないけど、その企画の中で、うんうん、あ、コスプレがしたいな、うんうん、次はコスプレがしたいな、何のコスプレ しようかなと思った時に、うんうんうん、ちいちゃんがしたいと思ったわけ。私日比谷さんなのにね、役が違うのに。でもその大作だし、クランプ先生のね、素晴らしい作品だから、クランプ先生のところにあのうちの事務所の方があのちゃんと連絡を取ってくれて、クランプ先生から OK をいただいて、でもその後クランプ先生から、うん、あのとご飯を食べた時に、うん、あの頃じいちゃんのコスプレをしてくれて、あの紀子さんの事務所から連絡が来た時、うん、もう本当おかしく面白かった、面白かったすごい喜んでくれたんだって。だから楽しんでくれたっていうか、うん、キャラも違うのにね、本当に今なんかごめんなさい。いやいやいや、とんでもないですよ。すごい私嬉しくて。嘘、ここはでもリエちゃんに。ツイッター見た時に、ってなって。もう思わず、あの、この両手のこっちのいいねとリツイート一緒にポンって押す状態になりました。いや、あれはさ、本当は、リエちゃん漫画だから。もう連打できるのったら連打みたいな。いやいや、あれはリエちゃんの。でも、私リエちゃんのコスプレさ、いっぱい、はい、ほら、私。写真集も持ってるから。あ、ありがとうございます。個人的にね、ありがとうございます。コスプレ写真集、ああ、素晴らしい芸術だよね。もう大好きで、やばい、本当に。だからもう私のなんかこう、もうお遊びみたいな感じだからさ、とんでもないです、もう本当に、うん、楽しかった。いや、本当に嬉しかったです。さ、そういうなんかあれがあったんですね、お話があって、うん、そういうコスプレは、そうですね、自分からやりたいって言って頼んでやって、え、今度一緒にやりませんか、何か何かコスプレ、コスプレやりたい、同じく出演してる、それこそ本当にまたもう一回ちょびつに最近やるとか。もうね、ごめんなさい、チーはもう無理だと思う。え、誰ですか、本当にいたたたたたって。え、そんなことないです。いや、あの頃もいたたたなんだけど、全然でも愛があるからね、好きっていうね、うん、でもその後もいろんなさ作品ね、ピーちゃんとは。あ、そうですね、あのオルフェンズの方も、ガンダムの鉄血のオルフェンズ、ガンダムオルフェンズでも直接的にちょっと関わってないですよね。そうなんだよね、話の流れで、流れが会話したことがなくって、私もメリビットやってたんですけど、うんうんうん、一緒に喋ったことがなくって。そうだった、すごい戦いがすごいかっこいい。そう、私カルタイシュってちょっとおかしな面白いお姉さんだったの。めちゃくちゃ凛々しくて強くてっていうキャラクターで、でもそう、なんかスタジオでも、うん、リエちゃんと一緒になった時、あー、リエちゃんってなって、あーって、そのまま次の瞬間あのアフレコがあって、うわーってこう戦いのシーンとかやられるシーンとかやってたんで、ね、あまりこう話しかけちゃうとあれかなと思って、アフレコスタジオの時にはこう、そんなことないけど、でもさ、なんか嬉しかった、うん、一緒にしたい、嬉しかったです。あと、ガイガの、あ、ガイガですね、ヒューマンズ、はい、ヒューマンズでも一緒です。それはね、皆さんご存知だと思うんだけどね、リエちゃん、あのヒロイン あのヒューマンズって、ガイガの、あの、そうです、ガイガの、アンドロイドがいて、あの、まあ、ロボットって言ったらいいんですかね、アンドロイドの、まあ、人間がいて、人間そっくりのアンドロイド、人間そっくりのアンドリロイドがいて、うんうん、まあ、その役を私が演じていて、綺麗なね、ミヤちゃん、ミヤちゃん、はい、素敵なねキャラ。シーズン2からですよね。そう私はあの博士の役 で来てて、ちょっと難しい役だったけど、そう、そこでもリエちゃんと一緒でした。でね、一緒に帰り、一緒に帰り、帰ってご飯食べたり食べたりとか、いろいろ、ね、結構行きましたね。行ったね、パスタ食べに行ったり、お茶したり、そうだった、行きました、したね。
いや嬉しかったです。こちらこそだよ。こちらこそありがとうね。もう今やアネモネの。そうだ。嬉しい。ありがとうございます。こちらこそ。頑張ります。ありがとう。めっちゃ頑張ります。もうこちらこそだよ。はい。なんかみんなもね、そうなんですよ。皆さん本当にありがとうございます。うんうんうん、そうベガちゃんがね、うん、今ちょっと書き込んでくれてるんで。そっかそっか。ここに一緒に出して押してこ。一緒に二人押してこ。押してこって。ベガちゃんも。ベガちゃん優しい。おかしいね。癒しすぎるっていう。本当に。癒し。いやでも嬉しい、ね、この番組ねみんな見てる皆さんねゲーム好きだから、はい、今日はそうなんですよ。ゲームもね、うん、やっていきたいと思うんですけれども。そうですよ。やっていきたいですね。本当に。なんか嬉しいね、たくさんコメントちょっと聞いてきますか、うんうん、そうだね、待ってくださいね、ね、え、なにこれ三姉妹の写真集出そうって書いてるベガちゃんも三人でいいね、メイドの格好して写真撮って写真集出します。いや私はいいけど、あの趣味の趣味の趣味 趣味の、趣味 で, でコミケでコミケであれコミケで販売おいろいろ他にもありますね、ね、本当だね、うんうん、ね、やっぱチャビッチのねあのお話、うん、結構皆さんそうだねですね、うん、ありがとうございます。もうすごいいっぱいいただいて、ねもぐもぐって書いてるあ、これ、うん、あと小沢洋菓子店のケーキ、小沢洋菓子店さんのケーキらしい。そうなんだ。美味しいです。美味しいです。ありがとうございます。うん、美味しい。クリームが全然甘すぎなくて、うん、うん、確かに。皆さんぜひね、あの、あ、なんですか、リュウちゃんもさ、結構こんなやってんのにチョコレートとか好きだもんね。めちゃくちゃチョコレート好きです。私覚えてる、リエちゃんさ、あの何年か前に、はいはいはい、電車の駅でばったり会った時、はい、あキッコさんって言って、あのキッ、あ嬉しいなって言って、はい、じゃあキッコさんこれあげますってすごいいきなりカバンの中から高級なチョコレートを、え、ほら猫の下の、ああ、はい、なんだっけ、デメルですか。デメルのデメルのチョコレートを、ちょうど自分で好きで買ってて2,3 個買ってたんですよ、ストックを。そう、それの一つをお渡ししたんですよね、確かばったり駅で会ったのに急にデメルのチョコレート。もう本当に私大好きで、チョコレートが、チョコレート本当大好きで、そうだよね、チョコレートとチーズがすごい好きな私も好きもう大好きで、でもないと暗い、あのあれだよね、量はそこまでさ。そうなんですよ、1日、例えば1枚食べるとか。そうそうそう、チーズも、うん、あの避けるチーズを1日1個だけ夜、うん、あ夜っていうか、あの、うん、夕飯終わってからちょっとおやつで食べたりするんですけど、なんか私りえちゃんのツイッターで面白い文章あったよね、避けるチーズがどうのこうのって、なんかおかしいことか書いてた。避けるチーズとともにじゃなきゃなんだけど、好きなんだね。そう、大好きなんです。おいしいよね。大好きです。いろんな味があって、ね、最近好きなのは、うん、なんだ、唐辛子味が好きで。そんなのあるんですよ。スモークじゃなくて。スモークも好きなんですけど、美味しいよね、スモーク大好きなんですけど、うん、スモーク大好き。最近唐辛子味にハマってて、ちょっとピリ辛なんですよ。美味しいです。そっか、うん、そうですよね。あれは常備してます、冷蔵庫に。いや、いいよね。なんか体にいいらしいね、やっぱチーズって。チーズ発酵食品だから、なんか体にいいものをこれからもちょっとずつ食べてって、うん、元気で長生きしたい。長生きしたいです、私も。あ、でも、まあ、元気だ、元気で。元気で、ね、うん、元気で長生きしたいですね。ね、うん、あとは、はい、あ、ゲームの話もしたいよね。そうですよね、うん、ゲームね、うん、あの今日はですね、うんうん、あのお姉ちゃんゲームって結構やりますか。お姉ちゃんはあのもちろんこう、うん、なんかね、お仕事でありがたいことにいっぱいやらせていただいて、うん、そういえばこの間ゲームショー、うん、もう出させていただいて、そうなの、あのデスストランディングっていう、やりたいです。私普通にあの発売されたら、私ここでやっていいですか、アネさん TV で。ぜひやっていいですかね。もうね、ほん、もうちょっと一言では言えないぐらい奥深くて、はい、あの感動がいっぱい詰まってる作品 で、はい、でやっぱりあの小島ゲームスという、ね、タイトルというか、まあ、小島監督、世界の小島監督が、うんうん、の愛情がいっぱい詰まったゲームで、もうなんて言うんだろうな、もう近くでこう、うん、
ね、監督のゲーム作りを見てるともう泣けてくるぐらいの、こういかに面白いゲームを作るかっていう監督の情熱がもうたくさん詰まった素晴らしいゲームなので、まだ謎がいっぱいなんですけども、絶対面白い作品になると思うので、絶対やりたいです。皆さんにも、もうあのゲームプレイしてほしいです。プレイします。うん、大プレイしますね。はい、その他にもね、なんかやっぱりお仕事ね、ご一緒なんか縁があっていろいろやらせていただくものは、まあ、全部が自分はできなかったりするけど、まああのまあ、親戚だったり家族だったりいろんな人にプレイしてもらって、私もやります。あの一緒に見せてもらったり、わー声が出たとか、触れるものは触ったり、そこまでのめり込む、まあ、ちょっと時間がなかったか、ね、もう言っていただければ私あの隣、あの家まで行ってあの攻略やらせていただきますんで、まあ、私この間さ、りゅうちゃんにさ遊び行ってさあ、はい、もう、あ、もういつでも行けるなと思った意外と近かったらね、遊びに来ていただいて、行くからね、ぜひ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 、そうだからデスストも楽しみだし、はい、その他いろいろね自分関係のものも楽しいし、りえちゃんもいっぱいあの、ね、ツイッターとかでもなんか自分関係の、私はもうゲーム結構大好きなんで、うん、もう、まあ、この番組をやってるっていうのもあるんですけれども、うん、本当ゲームが好きなんで、いろんなジャンルのゲームをちょっと、うん、自分が普段やらないゲームとかもやるんですけれども、うん、楽しいですよやっぱり。いいね、うん、なんかこう日本のまあ、アニメもね、うん、もちろん素晴らしいけど、このゲームの世界のクオリティ、うん、びっくりするよ ね。どんどん進化してって、もうなんか映画なのかなってぐらいの、いや本当に、うん、こんなに素晴らしいっていう、ね、ちょっともう語彙力がなくて申し訳ないけど、感動しちゃうよね、うん、いろんなところでね、このゲームに触れるたびにね。ですね。皆さんはなんかこう楽しみなゲームとかあるのかな、うん、皆さんもデススプランディングももう予約済みですって。どうもありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。やっぱりすごいやっぱり注目されてる作品なんで嬉しいな。なんかゲームの撮りの時ってりえちゃんもそうだと思うんだけど、はい、結構一人で撮る時が多いじゃない、だいたい一人ですね、じゃない、うん、でもデスストはなるべくキャストを合わせて撮るって、て、しかもあの一個の作品で何十回も撮ってるの、要するにまあシャシャッと撮って、うんうん、まあいろんなちょっとこう予算の関係なんかね、スタジオ代もかかるし、いろいろ声優呼んでるだけでちょっと時間かかったり、ちょっとまあ大人の事情もあるだろうし、うんうんうん、普通だったらなるべく早く撮ってサクサク録音してっていうものも、まあ、それが全部ダメっていうわけじゃないんですけど、デスストーン何十回撮ったんだろう、テイクですか、テイクというか、ちょっとずつ、あ、ちょっとずつちょっとずつ撮っていくんですね。それを何度も見返して聞いてもう一回撮ってとか、信じられないぐらい丁寧に、毎回小島さんがいらっしゃる、毎回小島さんがいらっしゃる、で毎回私もあの大塚明夫さんと一緒だったり、あの津田健くんと一緒だったり、もういろんな人とセットで何度も呼ばれるの。でそれをでやっぱり、海外もね、あの音声が先なので、音声を聞きながら顔を当てて、うん、それをまた聞き直して、うん、もう一回撮り直してとか何度も何度もやってるから、めちゃくちゃ貴重な話を聞けてすごい嬉しいんですけど、時間かけてこんなに長く 撮らせてもらってっていう、だからありがたいよね、私たちにしてみるとこうゆっくり丁寧に撮ってもらってるから、だからその分思いもね深まるしね、ですよね、まあ、でも作品によってね、本当に もう例えば1時間ぐらいでわーって撮れるものでも面白い作品もいっぱいあるしね、もちろんですよ、アーケードゲームとかもあるし、はい、今スマホもすごいよね、スマホゲームもいっぱいいろいろ、もう結構さすごいこうやって出てきた、いやもうスマホも、私この間ファイアーエンブレムであの自分でプレイしてたら、あのキッコさんに呼ばれましたよ、リエポンって。ありがとう、ほんとリエポンって、リエポンって呼ばれた、リエポンって呼ばれました、ありがとう、ネーミングリエポンにしちゃったんで、ほんと、いやもうさ、スマホの中になんで、なんであんなことになっちゃうんだろうね、いやもうハマっちゃって抜け出せなくなるんですよね、もうあまりにももうクオリティが高い作品がもうどん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 出てくるので、すごいね、スマホゲームも、ね、でもなんかね、そういう世界で、ね、私たちも声優としてもう少しずつでもなんか
声をね吹き込んだりできるって幸せだね。本当に幸せです。もう感謝感謝。一番好きなゲームの声を当てられるっていうのがすごい一番めちゃくちゃ幸せだったり、本当そうだね。もちろんあのアニメとかもすごく嬉しいんですけれども、うん、やっぱりゲームをプレイする側としては本当なんかここのシーンはこういう風に来るのかなとかいろいろ想像しながらやっぱりアフレコをするんで、めちゃくちゃ楽しいしワクワクするしみたいな、あ、こういう風に作られるのかなとか、そう想像しながらアフレコするんで、いやもう最高だね。めちゃくちゃ楽しい。すごいいいと思う。めちゃくちゃ楽しい。はい。で、ですね。よかった。いやね、ぜひ皆さんにもね、これからも楽しんでいただきたいなと思います。思いつつ、はい、あのですね、うん、今日はですね、うん、あのゲームの方を一応ですね、うん、プレイしようかなと、一応なんですけど、うん、大丈夫ですか？もちろん喜んで。もうやりたくないって、あのいや、やりたい、やりたい、ゲームしないで、もずっと、うん、あのケーキ食べて、あの話すっていうのでもいいんですけど、でもあのせっかくなんで、ちょっとあのこのぷよぷよのぷよぷよの e スポーツ見えますかね。すごい。これをですね、うん、今日プレイしていきたいなと思っています。嬉しい。ぷよぷよ。実はこれあれですよね、ほのかちゃん出てるんですか？ほのかちゃん、すいません、ほのかちゃん出てるんですよ、ね、すいません、そうなんですよ、あの出てるんですよね、すいません、あの初めましての方もいらっしゃると思うんですけど、あの娘がですね、今21歳になりまして。21歳。もういつの間にか年上、4つぐらいになっちゃった。早くね。前同い年とか言ってたんだけど、あれもうそんなになっちゃったの。私でもほのかちゃんが学生、うん、高校生の時に一度お会いしたことあります、うん、あります。何の時だ。アドベンチャータイムあのアフレコスタジオでばったり会ったんですよ。パクちゃんとか一緒の時？あ、そうです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 、その時にあのばったりお会いして、そっか、その時に私はほのかちゃんに、ほのかさんに挨拶しました、うん、いや、ちゃんって言って、ちゃんちゃんなんちゃんなんでしょ、ちゃんって言うんですよ。いや、もう嬉しい。ほっちゃんもいつもりえさん、きれいきれい、優しい、きれい、もうほんとりえちゃん優しいから、うちの事務所の姉もねの子とかももう大好きで、ありがとうございます。すっごい優しいんだもん。いや、そんなことない、そんなことない。この間も姉もねのね、パーティーがあったんだよね。あ、はい、ありました、ありました。全員ね、はい、お洋服を、あれ、一人2個ずつ当たるように、はい、もう2つずつ。りえちゃん、だからパーティー来る前に吸ったもんだしてた。あの、大変なことだよ。なんか、段ボールがなくて、あの、なんかこう、すごい、買い物袋いっぱい。あの入るときに変身したりとかあって、ね、あのちょうど素敵なあのなんていうんですか、あのなんて言ったらいいんですかね、うん、あのホテル の、うん、あの入り口にいる人たちにちょっとなんかあのちょっとすいませんって、あの人ちょっとっていうか、あの人ちょっとみたいな、バーゲン買いすぎた人みたいな。そう、だからさ、山のようにこうね、れいちゃんのお洋服とか、はい、かわいいのみんなにくれて、はい、ほっちゃんもれ、はい、ちゃんからもらってきて、あ、すっごい可愛かった で、家帰ってきて、はい、これママにも着せてっつって私待ってるから。今度いつかりえちゃんのあれとワンピース、いや、私きっこさんにあのワンピースいただいたりしましたよ。いやいやいや、もう、はい、なんかお互いみんなで、本当にみんなで助け合って、はい、もう助け合って、もう本当になんかいいね、一緒に お洋服着れるって嬉しい、ね、お洋服着れるのすごい嬉しいです。だからまた今度、ね、あのお茶会したいです、したい、しよう、メンバーでしようね、はいはい、そしてで、そしてぷよぷよ、もう本当にあのすいません、娘のほのかも、あの娘はですね、アリーちゃんっていう役で、アリーちゃん、はい、アリーちゃん、ぷよぷよ出させていただいて、ちょっと今画面の方ちょっと移動していただいてですね、ぜひぜひ、ちょっと今私ちょっとこの緑色のちょっとコントローラーをお借りしますね。はい、アリーちゃんが、うん、これですね、アリーちゃん、アリーちゃんこれです。ありがとう。じゃあ、はい、お姉ちゃん、今日アリちゃんでプレイします？大丈夫ですか？オッケーですか？じゃあ、姉ちゃんのこの青いアイコンの方はアリちゃんに決定して、今日は、うん、このキャラクターでノリオマーレの A に来てます。さあ、愛し合いましょう。で、私もう一つ、私の方で、ちょっと待って、なんかさ、ちょっと甘口とかできるんじゃなかったか。あ、それね、あの後からですよね、後からできます。私じゃあ、うん、ちょっとキャラクターこれにしようかな、うん、カーバンクにします。かわいいで、あのね、でそっから、あ、これですね、これです、これ、あ、これ甘ちゃったら、ちょっと待ってくださいね、甘口でお願いします。待って、ブースト、あ、なんか変なのいじっちゃった。ブーストって関係ないかな、オフでいい、オッケー。で、この、あ、ハンデ設定だ。
ハンデ設定のところで、アリーちゃん、アリーちゃんは激甘、激甘にします、激甘にします、ダメ、じゃ激、オッケー、じゃあ激甘に一応やって、で、リエちゃんは私が甘つく口にすればいい、うん、いや、激辛、リエちゃん激辛嘘、リエちゃん激辛ブルブルしてわかる、リエちゃん、リエちゃんさ、私甘口じゃない、いやいやいや、もうちょっといっていいんじゃない、え、ちょっと待って、もうちょっといっていいんじゃない、甘じゃない、じゃあ中、辛口、辛口でいくれ、え、じゃあ私激辛でやればいいんか、激辛の方がいいと思うよ、え、ちょっと、え、リエちゃんだってすごいんだから、できないやったっすか、え、待って、激辛ってどんな感じなんだろうね、ちょっと分かんない、激甘対激辛の対策がいいのかな、じゃあ やりますか、やったー今日姉ちゃん誕生日だし、やったー、誕生日に行きましょう、やったよいしょ、ちょっと待って、私、あ、で、お姉ちゃん、うん、これはですね、こういう風に、はい、そうですね、通して、こっちですね、ちょっと、こういう風に、はい、こうする、こうする形です、はい、こうすると、必ず落ちないようになるので、なるほどね、こうですね、まあ、こう、ブラブラしない、はい、で、セット数、はい、セット数、私やります、やります、ありがとう、あ、そうだった、これ1セットでいいですか、とりあえず、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、なし、はい、はい、で、ウィン数が1で、スティックドロップオフ、ブーストオフで、これでゲームスタート、OK ですか、はい、じゃあゲームスタートいきます、え、激辛とか初めてやるんだ、そうそう、やったことがないぞ、嬉しい、ちょっと待ってくれ、本当に、やった、え、ちょっと、あー、早い、何これ、何これ、めっちゃ早い、ちょっと、やばい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 、絶対負けるこれ、やばい、はい、やばいやばいやばい、早い、ちょっと待って、早い、早い、ちょっと待って、え、ちょっと待って、待って、やった、やばいやばいやばい、え、ちょっと待って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 、あ、なにこれ、早すぎる早すぎる、無理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 、絶対これ負ける、負ける負ける負ける、これ絶対負ける、絶対負ける、でも私の方もね、無理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 、ちょっと待って、無理、マジ無理マジ無理マジ無理、あ、ちょっと、ちょっと行って、私行って、頑張って、ちょっと待って、頑張って、やったー、ちょっとやった、やった、マジやばいマジやばいマジやばい、あ、マジやばいマジやばい、負ける負ける負ける、いや、ちょっと待って、話すと違う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 、ちょっと待って、マジ負ける、これ絶対無理、もうやばい、ガッチャ、お会いしましょう。負けた。大丈夫だよ、りえちゃん。まだ人生始まったばかり。りえちゃん、落ち込まないで。あ、私も17歳になったんで、大丈夫です。大丈夫ね、まだ17歳なんで。いいよ。はい、あと、じゃあ私軽い感じでやってあげるから。お姉ちゃん、こんなに差が出るんだね。めっちゃ早すぎて、しかも最初なんか銀色のやついっぱい落ちてきてるし。リエちゃんに話聞いてなっちゃった。ちょっと待って、リエちゃんに早すぎ。ちょっとやばい。ちょっと待って、どうしたらいい？ちょっと今姉のマネージャーが今、はい、もうめちゃくちゃ北斎。だってもう一度来ます。ちょっとじゃあやりますやりますやります。やります、はい、やっぱはい、ルールセレクト。だって何今の。あれ、ちょっと待って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 、ああ、ちょっと待って、本当に早すぎ今の。まあ、りえちゃんももうちょっと練習してね、私とはった、はい、本当申し訳ありません、本当に私の練習不足のために、負けてしまいました、本当に私もう観念いたします、本当申し訳ございませんでした、本当に。いいえ、いいのよ、私ちょっとじゃあ、はい、もう一回看板作りでやらせていただいて、はい、はい、やりますか、利用しますね、はい、ありがとうございます、ね、ちょっと私、はい、もう一回で、アリーちゃんで、で、愛しないましょう、これで、ハンデセットいきます、はい、で、これが、じゃあ、はい、甘口で激甘で、で、次、ちょっと私、ね、私ちょっと甘口でやらせていただいて、大丈夫ですか、あ、甘口じゃなくて、中辛じゃ、中辛ぐらい、わかりました、先輩、はい、はい、中辛ぐらいがいいと思うわよ、はい、中辛で、いかせていただきます、はい、じゃあ、いきますか、はい、いきます、はい、せーの、で、ゲームスタートですね、あ、ちょっと待ってくださいね、待ってくださいね、今ね、違うとこしちゃったんで、本当だ、ごめんね、ありがとう、はい、で、私が、中辛で、OK で、はい、待ってくださいね、今動かしますね、ありがとう、ウィン数が1回でなしの OK の、はい、はい、ゲームスタート、スタート、えい、なんだなんだな、そうだ、中辛もやったことないな、ちょっとどのぐらいの速さでやってくんだろう、あ、やだ、うん、やだやだ、あ、これいいね、いい感じ、本当ですか、はい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 、ね、はい、あれなんか来たな、あ、なんか痛い、はいはい、あ、ちょっと待って、痛い、余裕です、あ、やばいやばいやばい、間違えちゃった、やばいやばいやばい、早い早い、あ、やばい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 、あ、やばいやばいやばい、
ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。あ、やだ。ちょっと待って。あ、今待ってちゃう。負ける負ける。やばい。こうだね。やばい。ちょっと待って。待って。いい感じ。いい感じ。いい感じですか。いい感じ。でこうでしょ。嘘でしょ、ちょっと待って、嘘でしょ、ちょっと待って、で、こうしようかな、赤、赤、赤、あ、ダメ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 、はい、はい、はい、うん、なんかもうリアクションできないぐらい私本気でやっちゃってるんですけど、あ、痛い、嘘でしょ、お姉ちゃん、なってしまった、お姉ちゃん、ちょっと待って、お姉ちゃん、あ、ちょっと待って待って、ちょっと待って、なんか早い、早い、なんで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 、どうしようかな、こうしようかな、よいしょ、嘘でしょ、いい感じ。あ、ちょっと待って。あ、何これ、ちょっと待って。大丈夫これね。あ、間違えちゃった。こ、よいしょ。やば、やばたにちょっと待って、やばたにあ、ちょっと。これそう、パニックってやつですよ、パニック。ちょっと待って、パニック、パニック、パニック。こっちにしようかな。こっちにしよう。待って、待って、待って、待って。ここにしよう。黄色こい、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 黄色こい。あ、なんで緑、なんで緑、待って。黄色。これでいいかな。こっちにしようかな。黄色こい。おい、来た。やった。やったやったおーすごいすごいすごい私ちょっと勝っちゃうかも。え、嘘でしょ、あ、やばーちょっと待って待ってヤマタニエン、あ、やばい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 、ちょっといいんじゃないこれ、いいんじゃないやばいやばいもう全然バイバイやばい、ちょっと待ってバイバイやばい、ちょっと助けて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 、あ、やっしゃやばい負けるー、これたやばい負ける負ける、あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、いけ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 、ちょっと、あ、青青どうしようかな、赤赤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 赤、あ、ダメ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 、頑張ってくれ頑張ってくれ、お願いお願いお願い、あ、ダメ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 、お願いお願い、ちょっと待って、お願いダメダメ、それはお願い、いやいや、あ、ダメ、あの、ちょっと色っぽいんですけど、声がちょっと待って、声が色っぽいんですけど、ちょっとこれこれはダメ、ドキドキしちゃう、ドキドキしちゃう、ちょっと待って、よいしょ、あー、あ、ちょっと待って、間違ったかな、間違えちゃった、間違った、間違えちゃった、間違った、私も間違った、これで、あー、こうかな、こうだ、こうかな、よし、いけ、よし、いけ、よし、いけ、頑張れ、頑張れ、ちょっといい勝負、頑張れ、いい勝負、頑張れ、ダメ、頑張れ、私、ちょっと、あ、ダメ、いけ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 、やったー、ごめんなさい、お姉ちゃん、お姉ちゃん、ごめんなさい、大丈夫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 、一生いっぱいだから、全然、いいのよ、やっと私のところに、あ、登り詰め、登り詰めて、あの、一段だけちょっと上がらせていただきました。そうだね。りえちゃんもようやく私のところまで来たからっていう感じ。ちょっと、じゃあもうちょっと私、あれした方がいいですかね。今、中辛でやらせていただいたんですけど。でも、どうでした今の。どうですか今の。やっぱり差がありしました、どうだろう、りえちゃん、私が落とした方がいい。落とした。私が落とした。じゃあ、激辛ですよね。いや、なんで激辛辛口と、辛口の他には、あれ、何ありましたかね、ちょっと待ってくださいね。今、もう一回やってみますね。もう一度で。燃えるね。あ、まあ、もう一度じゃないや。ちょっと待ってくださいね。これで、どうすればいいんだっけ。待ってね。プラス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 これかな、あ、これだ。うん。キャラクターセレクトかな、これで、もう一回キャラクターを選んで、で、私ももう一回キャラクターを選んで、んで、こっちを、あ、間違った、なしにして一回の、ハンド設定で、こっちを雪山にして、OK で、もう激山最高、ちょっと待ってくださいね、私が今、何したんですっけ、あ、激辛。あと、さっき中辛やったんでしたっけ、中辛でちょっとあれしたから、辛口、辛口、激辛でいいよ、マジっすかもう一回激辛ですか、私、りえちゃん、激辛でもいいよ、あ、わかりました、テンパードされました、今、私、魅了されました、今激甘対激辛、激甘対激辛でちょっとやらせていただきます。ちょっと本当、ちょっと。熱いです。あ、熱い。ちょっと射程熱いんですけど。ごめんなさい、嘘嘘。熱い。ごめんなさい、私だけ。いや、私もなんかなんとなく熱いなと思ったんですよ。熱い。なんか熱い。今、熱い試合をやってるんで、熱いなって思ってて。ちょっと来ますね、じゃあ。りえちゃん、ヤバタニエン。ヤバタニエンですよ、本当。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、今、射程が涼しくしてくれてる間にもう一回、もう一ゲームやってみますか、やってみますか、やりましょう、スタート、ちょっと待って、はーい、本当に焦る、いくぞー、やばいやばいやばい、レディーゴー、ちょっと、だって最初からもう早いもん、私のやつやばいもん、ほら、早すぎる、早すぎる、ちょっと私何やってんだろう、何やってんだろう、ごめんなさい、
ダメ、ちょっとやばい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 、ダメ、ゆなちゃんにやばいやばいやばい、やばい、せっかくあんなのお城、ちょっと待って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 、やばい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 、あ、やばい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 、これいいんだよね、これいいんですか、私さっきね、マネージャーさんがね、すっごい、うちの事務所のマネージャーさんがね、できるね、あのね、ゆなちゃんがね、今ですね、私反応できないぐらい今テンパってます、今いっぱい教えてもらったんだ、本当にやばいです、全消しだよ、もうりえちゃんごめんね、ちょっと待って、りえちゃんごめんね、待って、お姉ちゃんまた勝っちゃうかな、ちょっと待って、本当にですか、本当にいいですか、これこうだね、負けないですよ、負けないですよ、ちょっと負けないですよ、姉さん、姉さん負けないですよ、私、あー、こうだね、負けないですよ、1、どこに行くの、あー、うっそー、うっそ、もう無理、もう無理、あー、またお会いしましょう、またお会いしましょう、私にまたはない残念ながらリエさんがあの今瀕死の状態に、もう瀕死からもうヤバタニエヤバタニエ大丈夫だよ返事がない、ただの屍のようなファイトだよイエーそうだねリエちゃん、めっちゃ、これがあの人生っていう、人生っていうところ、ところですか、姉さん、いや嘘、ごめんね、ちょっとまあ激、やっぱり激甘たい激辛はちょっとちょっといいかな、じゃあやっぱり辛口にしてあげようかな、そう、もうほんと辛口でいい、あ、じゃあ中辛、うん、中辛だったんで、いや辛口でいいよ、激辛の下が中辛だったんで、ちょっと私中辛でちょっとチャレンジしてみようかなと、中辛の方があった、あれちょっとそれで、うんうん、そうちょっとチャレンジをさせていただこうかなと、はい、一回これで、うん、あ、違う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 、これじゃない、これじゃない、これじゃない、違う違う違う、ちょっと待って、うん、何ですか、じゃあいくと、アリーちゃんで、さあ、で、愛し合いましょう、で、私がこれで、はい、愛し合いましょう、待ってくださいね、はい、で、ハンデ設定、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、ハンデ設定で、こっちが激山の、で、私が中辛、辛口、あ、どっちが、あ、じゃあ、あ、どっち、ほら、辛口が次なんだ、次なんだ、じゃあ私辛口でちょっとやってみますね、ありがとう、はい、優しい、 でゲームスタート、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、ゲームスタート、はい、はい、いきます、いきます、いきます、これどのぐらいやん、あ、違う違う、よいしょ、はい、はい、よいしょ、はい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 はよいしょ、はい、よいしょ、赤が来た、これでいいかな、ちょっと待って、あ、紫赤、紫赤、紫赤、こう、こうしようかな、わかんない、紫、紫、黄色、あ、なになに、ちょっと待って、あー、うそ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 う、そうそう、なんかやばい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 ぞ、ちょっと待ってくれ、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 なんかやばい、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 ちゃんとね、くるくるしなきゃいけないんだけど、待って待って、分かってますよ、分かってますよ、ちょっと、あ、くるくるする前になんかちょっと来ちゃってるんですよ、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、これちょっとテンパってきた、ベガ助けて、ベガ助けて、ベガいない、ちょっと、ユナちゃん、ユナちゃん、ベガがいない、ベガがいない、ちょっと、ユナちゃん、待って、ベガベガ助けて、ベガ、ベガ助けて、これでいい、ね、ユナちゃん、ユナちゃんこれでいい、あのユナちゃんっていうのはあの、いいと思います、姉マネのマネージャーの名前です、あの、ユナちゃんユナちゃんです、ユナ、いないとね、もうね、無理な、ちょっと待って、ユナちゃん、ほら、ユナちゃん、そう鍛えてもらってくださいね、あ、あ、ダメ、あ、ちょっと待って、あ、それかな、ちょっと高くなっちゃった。倒せなっちゃいけないの私、いや、あ、あ、紫きた、よし、よし、こうでいいんじゃない、あー、やったー、お姉ちゃん、ごめんなさい惜しかった、ちょっと待って待って、もう激辛、私激辛やばいですよ、本当に激辛、本当にやばすぎ、本当にやばいですよ、本当、もうあの、わかった、でも、これいい勝負だった、いい、じゃあ、ね、もしかして今2勝2敗なんじゃない、私たち違う、あ、2勝2敗でした、もしかしたら、誰も覚えてくれ、誰も査定覚えててくれよ、今何だよ、ちゃん見たらみんな全員がこういう、ちょっと待って、今皆さんが分かる、何勝だ、ほら2勝2敗です、2勝2敗だ、だからいやー、つい、
次で、ちょっと待って、次が決勝じゃない？私決勝戦ですか？次で決まるって感じじゃない？本当ですか？ちょっと待って、あ、じゃあ私このままじゃあ、いや、次はりえちゃんが激辛になった。本当ですか？激辛ですか？激辛ちょっと私克服したいですね、あれ。そうそうそう、激辛ちょっと克服したい。それはあれだよね。あ、じゃあ皆さんに聞こっか。あ、オッケーですよ。りえちゃんは次激辛がいいですか、辛口がいいですか？じゃあちょっとののたみしてください。ののたみ、あの激辛がいい人、ののたみ、激辛がいい人、ののたみしてください。はい、激辛がいい人、酒持ってこいって書いてある。酒持ってこい。酒飲んだらもっとひどいことになるじゃないですか。本当ですか？私、ののたみいいですね。あ、結構ののたみ来てるぞ。すごい。ちょっと激辛、あ、激辛、激辛の人、激辛、激辛の人。あと、あー、すごい来てるんだ。すごい、みんな優しい。マジで本当に本当。あ、でもやっぱ辛口がいい人もいるかもしれない。じゃあ、うん、じゃあ、うん、あー、もう喉がすごい来てる。もうこれ激辛決定じゃないですか、姉さん。でもなー、ちょっと心が痛むんだ。あ、今姉さん、あの、これ姉さん TV なんですけど、あの、姉さんが姉さんになって、お姉ちゃんが姉さんになり始めて。大丈夫？激辛対激辛対激甘まで大丈夫？いきますか、じゃあもう一回。じゃあ激辛対激甘。じゃあ分かった。ええ、こうしたら激辛対甘口っていうのは、うん、いいですか、それで。分かんない。どうする、なんかさ、激辛対激甘、どっちですか、どっちですか。甘口にしてみようかな。どう、あの、ゆんなちゃん、うちのマネージャーのゆんなちゃんにちょっと聞きたいんですけど、うん、激甘と甘口ってどのぐらいあれなんですか。どう、今のパワーバランス見たら甘口の方がいいんじゃないですか。じゃあお姉ちゃん、お姉ちゃん甘口にし て激辛。私激辛。なんかでも変わんない気、変わんない気が、絶対負ける気がする。絶対負ける気がする。でもきっとこれでパワーバランスが合うんだよね。ワンミスで、ワンミスでもうダメだもん。激辛。みんなありがとうございます。いっぱい書いてくれて。なんかめっちゃワンミス出てきちゃった。ごめん、私も。もう本当に今、激辛って言われただけで鼻水出てきちゃった。ちょっと待ってくださいね。で、とりあえず、ハンデ設定を。ゆんなちゃんジャッジって書いてあるよ。99セットになっちゃった。危ない危ない危ない。待ってくださいね。ハンデ設定で、こっちが、甘口ですよね。甘口で。ちょっと待ってくださいね。これ、もうちょっと待ってくださいね。で、私が、激辛にして、いきますかね。ドキドキする。あ、ちょっと、私ちょっと深呼吸していいですかね。ちょっと、私もちょっと、一回、待って。イメージトレーニングする。イメージトレーニングですか？回す。回す。だって私、銀色がだって最初に落ちてくんだよ、ゆなちゃん。お邪魔ぷよ。お邪魔ぷよ。あれ、ね、やば。あれでもう、だって、テンパるもん。そっか。あれでテンパってきて、で、すごい速さで落ちてくるから。そっか。そうだって、4段ぐらいまず、だって、お邪魔ぷよが来るもんね。もうだって、開けるとこないもん、ほとんど。で、1連、2連ぐらいされたらもう死んじゃうみたいな。私、倒されちゃうみたいな。りえちゃん、ファイトだよ。はい。了解でございます。ね、そういえば、はい、うちの事務所の、あかねちゃんも、ぷよぷよ出てるんだよ。あかねちゃんはどのキャラやってるんですか？あかねちゃんはね、あのね、あの、キキーモラっていうメイドさんなの。え、ちょっと見ていいですか？うん。私、じゃあ、私、キキーモラでやればいいんだ。ここに。一回ちょっと、ゲーム設定、いる？どうやってやればいいの？2セットやればいいんですか？もしかして、ここら、ぷよぷよいっぱいあるじゃない？ちょっと待って、リセット、リセット、待って、リセット。あかねちゃんのキャラはいますか？あー、ちょうどこの選択肢にはね、いないかも。あ、ほら、いろんなさ、ぷよぷよいっぱいあるから。あ、そっか、ね、そうなんですね。そうだね、残念。そうだね。あ、ちょっと待ってね、ウィンスをちょっと1にしないとな。あとね、お姉ちゃんね、90年代にね、あ、ですよね。ちょっとやってお姉ちゃんのキャラクター。お姉ちゃんもね、そうです。今回はぷよぷよのこの、あの、一番の e スポーツの方のゲームなんですけれども、90年代の時のプレイ、あの、ぷよぷよの、ぷよぷよのね、はい、なんかね、ウィスプ、ウィスプっていうキャラとかね、ウィスプ、トリオザバンシーとかね、いろいろやってる。そう、あの、でも、ね、90年代っていうさ、パワーワードが大丈夫、生まれてる人とか、
さ、プレイしたことがある人、ある人大丈夫かな、どの民大丈夫かな、なんかあの懐かしいけどね、います、います、います本当、ウィスプスいいよなって、ありがとうね、ありがとう、いやでもこうやってね、のすごいすごいできてる、あ、嘘、知ってるってみんな、ありがとうございます、 すごい PC エンジン版かな、だってあのこれだけ長く愛される作品っていうのすごいことだよね、本当すごいことですね、本当にありがたいですね、ね、じゃあ早速、じゃあ行きますか、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、今ゲームスタートをしますね、ありがとう、私激辛の甘口、間違いないですね、間違いないですね、でウィンス必死でなしのね、ここ決勝戦だからね、はい、はい、ね、決勝戦決勝戦の前にさ、はい、あれやらない、よくさ、何やりますか、なんかさボクシングの試合とかで、はい、俺は絶対勝つぞみたいなやつやりますか、なんだっけそれ、なんだっけさ、なんだっけそういうのやりますか、はいはい、やりますか、ちょっとどっちからいきますか、あ、じゃあ私、あ、だ、じゃあ、じゃあ、私から、はい、まあこの激辛でももう全然余裕だし私勝っちゃうし、ごめんなさい、はいはい、次の試合勝つために今まで生きてきました嘘です、ごめんなさい、甘口だけども見てなさいよ、次こそは勝ってやるわ、ちょっと待って、ずっと勝ってるじゃないですか、ちょっと待ってごめん、ちょっと自分でさ言った割に何もちゃんと喋れなかったっていうさ、なんかグタグタすぎるね、いや、じゃあ行きますか、はい、いきますか、はい、じゃあゲームスタート、スタート、あれ、ちょっと待ってくださいね、はい、ゲームスタート、はい、どうぞ、はい、さあ、行くぞ、ちょっと待って、え、ちょっと絡まっちゃった、ちょっと待って、はい、ちょっと早い、やっぱり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 早い、このまんま、こうかな、早い、よしよしよし、よいしょ、見て、でも怖いな、ちょっとめっちゃ怖いんだけど、ああ、ちょっと私絶対しくじった、私これ絶対しくじってる、嘘、しくじってしくじってるしくじってるしくじってる、本当、やばすぎる、ちょっと待って、よしよ、待って、あのね、全然ね、もうね、考える暇がないんだけど、やばいやばい、やばい、あ、なんでこっち行っちゃったの、私、待って待って、本当に、お姉ちゃん許して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 、ちょっと待って、本当に許して、お姉ちゃん、ちょっと待って、本当にやばいやばいやばい、マジ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 やばい、もう死んじゃう、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 ちょっと待って、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、間違えちゃった、こうかな、ちょっと待って、動けない、動けない、動けない、私動けない、動けない、私動けない、私動けない、私動けない、やったー、いや、ちょっと待って、ね、もしかして自爆した、ね、大丈夫、ねえ、ね、姉ちゃん自爆してない、すみません、あのなんか最終回の女王みたいな状態になってます、本当だ、立つんだりえ、立つんだりえ、ちょっと、もう本当難しいから、ね、激辛そうか、やっぱ激辛よ、本当に激辛で難しいよ、本当に、あの早すぎなんですもん、考える余裕が与えられない、そうか、甘口はなかなか良かったよ、これ、え、甘口良かった、あ私多分ニュータイプかコーディネーターにならないとあれ無理です、絶対私そうか、でもほらこれね、皆さんに激辛っていうのは難しいよっていうのが皆さんに伝わって、めちゃくちゃ難しいです、うん、本当、でもきっとこう e スポーツの大会とかの方ってみんな激辛同士とかなのかね、ええそんなのあるの、そういうのは選ばないのか、やったことある、どうなんだろうね、大会わかんないけどね、わかんない、でもすごいね、いや激辛初めてやりました、でもやっぱりこれで分かったことは、うん、こう強い人と弱い人が一緒に楽しめるってことだね。思わない。だからなんかいいゲームだね。私も楽しかったですお姉ちゃん。お疲れ様。本当に楽しかった。よしよし。よしよし。よしよし。今日でも誕生日ですから。ありがとう。もう全勝しても良いくらいだったんですよ。ありがとう。私は本当に、そんな何言ってんの。もうおこがましいです、私が。そんな、そんな、とんでもない。2回ぐらい勝たせていただいて。いやいやいや、もう申し訳ないです、本当に。とんでもない。いつか、りえちゃんもね、私のところまでおいで。あ、はい。もちろんです。もう私はここから、もう、この椅子の下からもうやり直します。こっからもね、こっから這い上がってくる。いやいやいや、嘘です。ごめんなさい。いや、もうりえちゃんでもほら、普段はね、いつもすごい強いね。もう最近でもすごい難しいゲームをやり始めて、それがもう今苦戦してるんで、家でもソフトを買って練習はしてますね、そっか、はい、
結構大変ですね。やっぱりゲームの世界って極めれば極めるほど面白さがこう体感できるわけじゃない、うん、ですね。それもすごいよね。い憧れるわ、うん、かっこいい。でも今日のお姉さん の, もうあのプレイ の,、うん、あのかっこよさはにはもう勝てないですよ。本当、うん、あの激山 の, あのプレイの素晴らしさ。いやなんかありがたいね。なんかさ、はい、あのお誕生日だから言うわけじゃないけど、長生きするっていいね。そうこってさ、なんでさ、みんなが優しくしてくれる。あれですよ。でも17歳ですよ。そうだった。17歳です。まあでもほら揺れ動く17歳だから。すっごい揺れ動いてるから。もう倍どころじゃないからね。もう3倍以上もう揺れ動いてるからさ、大変なことになってるけど。ダメ。言っちゃない。いいのいいのいいの。全然いいのよ。でも本当、いや楽しかった、ね、本当汗かきましたよ。楽しかった。すごい楽しかった。楽しかった。ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ぷよぷよ e スポーツ楽しかったです。ありがとうございます。今ですね、うん、実はですね、21時57分なんですよ。お、もうそんな時間？あと3分で10時になるんです。大変実はいろいろ話すこと、はい、なんかいろいろね、話そうなんて言ってて、結構ゲームで結構時間をたくさん今、ね、楽しかった。何試合やったの結局？5試合じゃない？5試合やって、私が何敗したんだっけ？2敗し、2敗して2敗3勝3勝した、うん、もう乾杯です。ありがとうございます。本当にありがとうございます。とんでもない。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もうね、またぜひあの、まあ、ぷよぷよもそうですけれど、そうだね、別の他のゲームでも、ね、ぜひ今度ね、まあ、あのベガちゃん一緒の時とかね、ですね、ね、はい、遊びにまた来ます、はい、あとデスストもね、11月発売だからね、はい、ですね、楽しみです。あ、そう、私忘れてた、やだよ、もうそれに待って、私お姉さんにプレゼント、えプレゼントを買ってきた、プレゼント、それが教えてくれなかった。私プレゼント渡さないで終わって終わることになって、危ない危ない、ちゃん大丈夫、危ない、大丈夫、私しかも裸足だし、そうしたい、裸足なんですよ。はないんですけど、なんだろう、あら、素敵なカード、メッセージカードは後で読んでください。メッセージカードは後で読んでいただけると、嬉しい、ありがとう、ありがとう、いい、とんでもないです。素敵なメッセージが書いてあります。ありがとう。なんだろう、いや、あー、すごい、なにこれ、見て、あのクリスチャン・ルブタンって知ってます？あの靴なんですけど、ヒールの高い、あの裏が赤かったり、あ、そうです、そうです、すっごいお高い靴、靴のメーカーさんが、ルージュを作っていて、それの、あの口紅ですね、キャキャキャ、はい、すごい、あそこのメーカーから口紅が出てるの、はい、出てるんです、すごいおしゃれ、見てください、こんなの初めて見た、靴のここヒールのかかとのところですね、これヒールのところですね、をすあのリップにしてて、一応これなんか首からもかけられるんですけど、ちゃんとかけていい？一応これ、うん、あのここをまあ縛ると首からもかけられるようになってて、うん、まあ、持ち歩きするときに、まあ、こういう感じで、かわいい、こんな感じで、ちゃん、頭が、ちょっと待ってくださいね、お姉ちゃん、これさ、ここで止まってたら笑ったね。こんな感じでちょっとかけられたりもするんですが、かわいい、はい、こういう、そうなんです、でこれリップなんですね、リップなんで、ちょっと見ていい、ルージュです、口紅です、ドキドキする、で多分あんまり真っ赤だとあれかなと思ったんで、おしゃれ、お姉ちゃんにちょっとぴったりな感じのピンクっぽい感じにしてみました。いいかも。嬉しい。すごいあの自然な、しかもなんか高級な香りがする。ちょっとほんのり香るかもしれないですね。いい匂い。はい、わあ、こんなおしゃれなのか。
かわいい、ありがとう。よかったです。いや、もうリップグロスとかさ、すぐなくなっちゃうもんね。なくなっちゃいます。なので、ちょっとありがとう、っていただけると、すごい、ありがたい。いただきました。いや、いいですか、大丈夫ですか、いいんですか、いいんですか、そのまま。じゃあ、このままで、なんか変身できそうですね。本当だね。なんかシュワってね。シュワってやって。シュワってなったら。うわー、忘れてた。危ない、危ない。ありがとうございます。いやー、もうメッセージも嬉しい。ありがとうね。本当に来ていただいてありがとうございます。こちらこそ。本当、誕生日って幸せ。ありがとう。ありがとうございます。でですね、ちょっとまあ、お姉ちゃんもそうなんですけど、うん、私も今度10月にお世話になる、うん、そうだ、イベント、イベントを、あ、そうなんですか、これ、チラシができたばっかなんだよね、はい、ですね、事務所の、はい、そうなんです、はい、ちょっと告知なんかを、見えるかな、あ、見える、きっと見える、少し見えるかな、ねえ、セブンティーンズメイドカフェ&アネモネーゼスペシャルステージがですね、そうなんです、今度品川プリンスホテルクラブ EX であるんですね。はい、これね、 EX と書いて X と呼ぶんです。 X か、 X か、はい、クラブ X ですね、はい、クラブ X であります。はい、はい、これね、セブンティーンズメイドカフェっていうのは朗読劇で、はい、私の事務、オフィスアネモネで何年もやっているような、うんうん、まあ、メイドさんの世界を描いた楽しい出来事の朗読劇で、とにかくなぜやるかっていうと、やっぱり声優として私たち自身も切磋琢磨したいし、あと、とにかくお客様に笑顔になってもらいたいの。私、人生のメインテーマが笑顔、自分も笑顔でいたいし、誰かを笑顔にしたいっていう風にいつも思って生きているので、この朗読劇を見てくださった方が笑顔になるようにっていう気持ちで、はい、頑張ります。そして、はい、今回そうなんですよ、そう、私たちもプラス、私たちというか私も出演させていただいて、野川さかるちゃんも出演させていただく感じになっていましてですね、はい、私がですね、はい、うん、夜の部の方なんですね、うん、18時の方に出演させていただきます。そうなんです、はい、今回朗読劇とアネモネーゼスペシャルステージっていう、まあ、2本立てのイベントで、れいちゃんはそのスペシャルステージの方に、はい、出てくれて、はい、ソロの歌もあるよね、はい、ソロ曲も、はい、1曲歌わせていただきます。そうで、スペシャルステージの方は私ももちろんソロの歌あるし、このオフィスアネモネのメンバーがソロの歌もあるし、3人組とか、まあ、5人組とかみんなで歌ったり踊ったり、あとコントっぽい朗読コントしたりとか、とにかく楽しいですね、イベントになるので、ぜひよかったら10月20日遊びに来てください。遊びに来てください。なんかね、このクラブ X っていうのがとっても素敵な会場なの、はい、で、バルコ、本当バルコニー席なんかもあったりして、はい、ゆっくり見たいな、上から楽して見たいなっていう人はバルコニー席がおすすめだし、まあ、もうちょっと近い下で見たい方はもう普通の席も見やすいし、うんうんうん、とってもいい会場なのでよかったら。みんなメイドさんの格好するんですね、これ朗読劇の方はね、すごい。でも後半はいろいろまたバラエティーショーなので、そうなんですね、りえちゃんもまたね、かわいい、メイドの服着て今度こっちの方もやったらいい、うん、いつか、本当だね、いつかやれたらいいです、できたらいいね、はい、で、昼の部ではそう、野川さくらちゃんも、はい、さくらちゃんも出ますよ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、私は、夜の部の方です、はい、詳しくはオフィスアネモネのホームページや、ね、私のツイッターの方に、はい、よかったらチェックしてみてください、よろしくお願いします。あとですね、うん、これちょっと姉さん TV の案件なんですけれども、うん、近日中にですね、うんうん、姉さん TV グッズの第1弾の告知をちょっとさせていただきたいと思いますので、皆さんぜひチャンネルの登録まだなさってない方はぜひぜひこれを機にチャンネル登録していただけると、してください、私もしてます、嬉しいです、よろしくお願いします。なんか T シャツとか作ってるんですよ、ぜひぜひ今頑張って、ヤバタニエン、そう、ヤバタニエン T シャツを、あれかわいいよね、そうなんですよ、あれを最初射程が作ってくれてたんですけど、スタッフさんが、うんうんうん、スタッフさんが作ってくれてたんですけど、うんうん、自分たちでデザインをしてちょっと作ってみようかって話になって、今それをちょっと今企画してるところなので、うんうん、ぜひぜひチャンネル登録して見守ってていただけますと嬉しいです、よろしくお願いします、はい、今日本当にありがとうございました、こちらこそありがとうございました、また遊びに来てください、ぜひ絶対メガちゃんがずっと会いたい、会いたいって言ってて、今度はメガちゃんと3人で
来ますので、ぜひ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 よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。もうあの今日 ねコメントも、ね、あの見てくださった方もコメントをしてくださった方も本当にありがとうございます。お祝いチャットたくさんいただいて本当にありがとうございます。嬉しい。スーパーチャットの方もありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、あみんなまだ書いてくれますね、ありがとうございます。3姉妹でぜひって。そうだね、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだから3人17歳なんで、3人17歳、ベガちゃんも17歳なんで、ベガちゃんも17歳今日入ってくれてるの。ベガちゃんも17歳だよね。ベガちゃんね、ベガちゃん本当嬉しい。ベガちゃん17歳だよね。あれそうだよ、絶対そうそう、嬉しい。そうそう、いいの。ベガちゃんも17歳です、はい、今日そう頑張るよ、ね、はい、はい、じゃあまたぜひありがとうございました。ライブも、またやりますんで、はい、ぜひぜひ見に来てください。ありがとうございました。ありがとう。それではまたね。